ゲオルク・ビルヘルムは、ブラウニシュバイク・リューネブルク公の一人で、カレンベルク公、あとに、リューネブルク公、ザクセン・ラウエンブルク公、カレンベルク公・ゲオルクと、ヒアンナ・エレオノ・レホン・ヘッセン・ダルムシュタットの次男。クリスティアン・ルート・ビヒの弟、ヨハン・フリードリヒ、デンマーク・ノルウェー王・フレデリク・サン・セイヒ、ゾフィー・アマ・ーリエ、エルン・ストア・アウグストの2位。 イギリス王権ハノーファー選定校、ジョージ一世妃ゾフィードロテアの父。1648年に、兄で、カレンベルク校のクリスティアン・ルートビヒが叔父フリードリヒ4世から、リューネブルク校領を相続すると、ゲオルクビルヘルムに、カレンベルク校領を譲った。兄が1665年に死ぬと、ゲオルクビルヘルムは、 リューネブルク公領を引き継ぎ、カレンベルク公領はすぐ下の弟ヨハンフリードリーヒに、譲渡した。しかし、ベネツィアで遊興に入り浸りで、ゾフィー・フォンデアプファルツと婚約しておきながら破棄して1658年に、マッテ・エルンスト・アウグストに、ゾフィーを押し付ける形で結婚させると、ベネツィアで、勝手気ままな生活を送り続けた。その際、 生涯独身と領土を、死後エルンストアウグストへ相続させることを協定で誓っている。カレンベルク工領を統治していた、時期の1660年、カレンベルク通りの北側に新家屋を42軒建てることをご用承認ヨハン・ドゥーフェに以来、1662年から1664年にかけて建設が進み、カレンベルク通りとその北にあるベッカー通りの間に、 並ぶ三本の通りで、それぞれ家屋が建てられた。また、イタリア人の素敵ねりリ断尺を徴用して1664年に、ハノーファー西部のバルホーフという建物を貸し、後に、バルホーフで、演劇、仮面舞踏会、動物展示など芸術イベントが興行されるようになった。1678年にも素敵ねり断尺へ、化粧全域における。 郵便事業の権利を与えている。ゲオルク・ビルヘルムは長く独身であったが、オランダで、フランス人の愛称、エレオノール・ドルブリューズと1665年に、既戦結婚、翌1666年に、娘、ゾフィード・ロテアが生まれると、仏乱戦争で、フランス王類14世と競争中だった、神聖ローマ皇帝レオポルト1世に味方して、支持を取り付けた。 これにより1676年に、ビルヘルムスブルク伯爵に助釈されたエレオノールと、ゾフィードロテアを正式な祭司として、認知、正式にエレオノールと結婚したため、親族たちから協定を破ったことで猛抗議を受けた。彼が独身を通すことで、リューネブルク降下の領土の拡散を防ぐ予定だったからである。しかし、1682年に、ゾフィードロテアが、 エルンスト・アウグストとゾフィー夫妻の息子、ゲオルク・ルート・ビヒと結婚したことで、領土拡散の恐れは解消された。ユーネブルク公領を統治していた時期は、セレでフランスとイタリア音楽の導入、発展とセレ城の改築に、熱中、1666年にフランス宮廷楽団を組織、セレ城はバロック建築に改めて内部をイタリア芸術で飾り、 フランス音楽愛好家だったエレオノールの要望で1675年に城内でオペラ劇場を作った。1700年にリューネブルクへ留学していたヨハンゼバスティアン・バッハとゲオルク・ビルヘルムの直接のつながりはないが、バッハはセレジョーもしくはリューネブルクでゲオルク・ビルヘルムの宮廷楽団の演奏に触れてフランス音楽に親しんだと言われる。 1689年にザクセン・ラウエンブルク公、ユリウス・フランツが、男子継承者がないまま亡くなると、軍勢を派遣して、領土を占領した。1693年に追いにあたる、デンマーク・ノルウェー王クリスチャン・ゴセイとハンブルクで和議を結び、ザクセン・ラウエンブルク公領の領有を認められた。1705年、ゲオルク・ビルヘルムが81歳で死去した後、 リューネブルク公領とザクセンラウエンブルク公領は、おいのゲオルクルートビヒが相続した。1679年に、ヨハンフリードリヒが死去したこともあり、リューネブルク公家の領土は、ゲオルクルートビヒに一括相続され、ハノーファー選定公領の一部となった。血統も、ゾフィードロテアが生んだ孫、ゲオルクアウグストを通して、ハノーバーアーサに受け継がれていった。ありがとうございます。